取締役社長清原邦彦より目録が贈呈されます。年間11位本当におめでとうございます。それでは年間 MVP を獲得したソ・ヨンドク選手に皆様にご挨拶です。皆さんお疲れ様です。すごい期待されてた一面だったと思うけど、なかなか結果とかも出てこなくて、でずっと折れてる選手たち、サポーターとかに練習の時とか、いろいろ言われてて、プレッシャーとか感じてたと思うんですけど。俺自分なりは、100パー出してて頑張ってたと思うんですけど、結果出てこなかったっていう感じです。本当にすいません。洋食愛してるよ。最後いい試合して勝てることができて本当に良かったなと思ったんで、すごく今日熱い応援感じてたので、ありがとうございました。また来年よろしくお願いします。